船橋大一は、日本の評論家、コラムニスト、元新聞記者。学位は、法学博士、元朝日新聞社主筆、おさらげ二郎商船考委員、三局委員会メンバー、一般財団法人アジアパシフィックイニシアティブ理事長、英語、中国語に堪能。新米派の経済記者で、CIA 協力者リストに、名前が挙がっている。経済、安全保障をめぐる。 外交交渉の裏側を取材した著作で知られる、朝日新聞社社内では、東京本社経済部次長まで昇進したものの、その後は経済部長、編集局次長、編集局長という本社のラインのポストとは無縁だった。定年後はコラムニストとして朝日新聞などに執筆を続ける一方で、個人的に著述家として著作活動を行っていたが2005年に、 同社社長に就任した秋山幸太郎による改革路線のもと2007年には同社主筆となった。同職は同新聞社の4本社編集局長と論説主幹の上位に位置するもので、広岡とも以来28年間空席となっていた。朝日、読売、毎日新聞各社の志子総称のコラムニスト2人1組、計6人からなるコラムニストの会というグループを作って、 総理大臣や各党の党首、中央省庁の次官などと会食していたことを星広氏が明かしている。朝日新聞社の主筆退任後は一般人として、また一般財団法人の代表として様々な提言を行っている。朝鮮日報のインタビューにも答え、日本側の有識者として複数回にわたり、韓国が抱える懸案事項についてのコメントが記事化されたことがある。 中華民国北京生まれ、灘中学校、高等学校を経て、1968年、東京大学教養学部卒業、1992年法学博士。博士論文は、ドル管理の国際政治プラザ合意からルーブル合意に、至る5カ国増唱、中央銀行総裁会議の経済政策協調の分析マイナス。大学卒業後の1968年、 朝日新聞社入社、特派員としての同社北京市局、ワシントン市局に勤務、経済部編集委員、アメリカ総局長を歴任した。この間、1975年にはハーバード大学、1987年には国際経済研究所、2003年にはコロンビア大学、2005年にはブルッキングス研究所において、それぞれ客員研究員として研究に従事した。 2007年6月26日、秋山幸太郎が社長の時に同社主筆に就任。この異例の人事については政治部と経済部の社内力学が背景にあると見られたが、秋山執行部がアメリカのビル・クリントン政権などの要請を受けてのこととする見方もある。2008年10月から特別紙面として本紙面への挿入が始まった朝日新聞グローブの総刊に 木村医療と共に関わった。船橋はトランスフォーメーション、ブレークスルーという言葉を好んで用い、朝日新聞グローブのキャッチコピーには、ブレークスルージャパンが採用されている。2010年12月15日付で朝日新聞社を退職。2011年9月、東日本大震災と福島第一原発事故を受けて、一般財団法人日本再建イニシアティブを 設立し、理事長に就任。同法人の下に、福島原発事故独立検証委員会を設置し、プログラムディレクターに就任。2014年5月27日、民主党の提言組織、党改革創生会議の議長に就任した。2017年1月6日、ドナルド・トランプ大統領の誕生に伴うトランプ、相場で10億ドルの損失を出したとされる、ジョージ・ソロスと、 元イギリス金融サービス機構フ副サ長官でヘリコプターマネー推進論者のアデアターナーと伴って安倍首相と会談を持った。会談の詳細は伝わっていないが、ソロスはアベノミクス初期に為替せと日本株で巨額の利益を得たと言われ、毎日新聞は国際金融情勢などについて意見交換したと見られると報じている。船橋は投資家としてのソロスを高く評価している。 2017年7月、かねてより自虐史観的だと批判されていた一般財団法人の日本再建イニシアティブの名称をアジアパシフィックイニシアティブに変更した。ありがとうございます。